インよ、ハーバンワインよ、ハイエーチャンネルのハイです。ということで、今回なんですけども、実質ハイランダーデッキ使っていこうかなと思います。まあ、昨日ね、メカ王の動画とかを上げちゃったりして、あれ、ユハイチャンネルもガチ路線で行くのってね、まあ、思った方いないとは思うんだけど、いや、もうね、まあ、メカ王の次は、それはもうこういうデッキでしょうということで、ミラミスとフレアエッグ以外、全部、ハイランダーで構成したらめちゃくちゃ面白いんじゃないかなということでやっていこうかなと思います。真似しないで。さあ対戦の方よろしくお願いします。とオープニングハンドなんですけども、オニマルヘッド、フレアエッグ、フレアエッグ、フォーエバープリンセス、ガイアールメビウスでね、始まったオープニングハンドをやっていきましょう。さあ気流汁ですか。なるほどな。ニューゲイズだ。フレアエッグ勝ったか。卵3連。スクランブルエッグはさすがに勝ったんじゃないか。だけど相手はニューゲイズ。フェアリーミラクルから最速で、ミラミス入ってんのかな、気流ジルベス入ってるやつって。最近ニューゲイズ使ってないからね、オールディビジョン。俺はやっぱね、オールディビジョンと言ったら、グレートメカ王よ。みんな昨日のグレートメカ王の動画見てくれましたか。いや、本当に見てほしい。グレートメカ王ね、マジでいいデッキだよ。フレアエッグ握りながら、グレートメカ王いいデッキだよって言うとね、まあ、説得力ないかもしんないけど、メカ王はマジでいいデッキだね。で、相手相当迷ってる。でもこっちは一択ですよ。フレアエッグ3連チャンから、まあ、実質ハイランダーなんで、このデッキは。フレアエッグとミラミス以外はね、ハイランダーで構成されて、めちゃくちゃガチャ要素をね、強くしたデッキですんで、ぜひね、皆さんは作んないで見てくださいと。さ、ニューギーズをまだに置いてエンド。ここで、ブースト打たれなかったってことは、フレアエッグが完全に間に合うってわけ。で、ここでミラクル打たれて、アルカディアスパーク落ちて2ブーストされたら、キレ散らかす。デッドブラッキー置きまして、フェアリーミラクル。やめてね、危ない、セーフすぎ。よかった、アルカディアスパークとこっちは切れてたよ。さあ、祈りが届きました。ミラクルとミステリーの扉。さあ、ここガイアールメビウスを置きながら、行きましょう、竜のフレアエッグ。ワクワクしてきたな、それは。で、ここで、あ、何を出すかっていう話なんだよね。ビルヘルムとかが一番強いんだよな。ビルヘルム、ニコル・ボーラス。まあ、ここら辺をピンポイントで、あ、ピン出したからね、でもね。さあ、プロメテウス。さあ、プロメテウスを能力で2枚ブーストしながら、1枚を回収することができますよと。だがしかし、フレアエッグが間に合ってしまいます。でもね、フレアエッグね、マジでハイランダーなんで、出るものによっては、まあ、全然うまくないから、ミラミスとか引く可能性も全然あるからさ、デッドブラッキーをここで回収しますと。さあ、ついに、バンデー当面。これでまあ一応デッドブラッキーとかは、封殺できますけど、まあ、ニューゲイズとかはオラクリオンなんで、あー、惜しい、ビルだったら完璧だってけどね。さあ、ここはビルヘルム置きながら、さあ行きましょう、竜のフレアエッグ。これ3連打だから。フレアエッグ3連打。いや、これだからやめられないよね、ガチャデッキは。これやっぱね、メカ王もおもろかった。確かに。メカ王もね、堅実で安定感があって、腕が出てね、相当いいデッキだったんだけど、やっぱね、こういうね、意味わかんないガチャデッキ使ってる時が、一番性実感するんだよな。エンド新しい。あー、それは新しいね。さあ、サソリスレイジなんで、ここはオニマルヘッドを置きながら、行きましょう、竜のフレアエッグ2連目。まあ、いいんですよ。次、2個卵が帰ることを考えたら、で、相手デッドブラッキーを出せないんで、フレアエッグ処理することができませんよと。で、ニコルボーラスとかも出ないし、まあ、ニューゲイズぐらいなんだよね。まあ、だけど、ニューゲイズも2枚、もうまだ見えちゃってるから、さあ、フェアリーシャワー。そう、ニューゲイズも多分持ってないんですよね、と。で、フレアエッグをパンパンと、喰らいまして、水マナが落ちたら、ミラクルとミステリーの扉が、ここに、権限しますよ、と。危ねえ。いや、よかった、マジで。ここでメガマグマなんて撃たれてたら、もうガチでスクランブルエッグだったから。さあ、トップ。おい、ブザデッグ、何、あ、スペルグレートブルー。これね、ミラミスヒットさせればいいんで。さあ、スーパースペルグレートブルー。そして、すべて飲み込みます。ここでミラミスを当てることによって、これなんだ、いやでも、これ相手目線、鬼修羅で、もしかしたら10個数以上の持ってたら、致命傷なんですよね。で、ロイヤルストレートフラッシュ解散もきついと。で、とわり、あ、バルガドライバー？ここで？マジかよ。
目覚めの時です。さあ竜のフレアックで俺のいただきじゃない本当ライオネル獅子鳥竜です。待って入らんだろそこのデッキ、おもろすぎるやろ。でバルガドライバーでまたプロメテウスを破壊しながらワールドブラッキオン神回です。えハイランダーですよ皆さん、これ何度も言いますけど、えハイランダーですからね。オーマイガー気持ちいい。いやこれ主人公でしょ、これすいません、もう主人公しか握れませんこのデッキ、もう強すぎて強すぎて。だってこれもう俺のいただきライオネルがもう立ってる時点でもうワンショットはほぼほぼされませんと。だって縦のドラゴン全部ねもうトリガーになるわけだからやばすぎでしょ。はい、もうこれ作った方がいいわ、作れる人は。アルカリアスパークでワールドブラッキーを処理しながらミルドガルムスに変換されますよと。まあ、ミルドガルムスあまりにも弱いと。まあ、トワリュウなんで、まあさすがに、デッドマン置きながらか。デッドマン置きミルドガルムス、まあ1枚ランデスしたところで、まあ、そこまで変わらないとは思いますけども、さあ行きましょう。ミルドガルムスで、ミルドガルムスはランダムなんだよね。そろそろもうね、選んでほしいけどな、自分で。まあ、ドラゴダイを出せたら完璧だったね。でもこれ一旦行っていいと思う。さ、バルガドライバーで、またまた帰ってくるんです、ワールドブラッキョが。強すぎませんか、ドラゴンたちよ。はい、もう主人公です。俺が主人公だ。これに関して言えば、間違いなくね。さあ、トリガーで、ワールドブラッキョでチップ能力使えませんので、さあ、アルカリアスパーク。でもこれはタップしないとって感じだよ。あ、ブラッキョを残してくる。あんで、デッド出ないよ。デッドブラッキ出ないっすよね。で、あればもう行ってもいいんじゃない？これでミラミス唱えたら完璧ですよ。ああ、まあまあ、エルドラード。で、まあもう一枚アルカディアスパークとかがあるのであれば、相手が主人公す、待って、強すぎん？さすがに強いわ。それは。それはさすがに強い。盾信じすぎやろ。強すぎ、いや、逆に主人公か。逆に相手が主人公だと切ない？それ。まあ、だけど、はい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 。でもまあ、ダイハード流星もいるし、バンベイトーベンでまずドラゴン出せないし、ニューゲイズからワンショットもなかなかきついと思うので、多分買ったと思うけどな。ニューゲイズから歩くダンシエルだっけ？あのブロッカーのやつ。それ来たとしても全て受け止めることはできないと思うので、で一応ダイハード流星とかもあるから、ゲームには負けないんですよね。とりあえず。まあ、盤石かな。あまりにも。いや、ハイランダーガチャデッキがこんな綺麗に回ることあるか。強すぎない。さあ、来てください。寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。何来んの？何来てもさすがにこのガチャを崩せないと思うけどな。デッドブラックはバンで出ないしね。まあ、アルカディアスパーク打ったらもうそこまでだし。ニューゲイズで、まあ、歩くダンシエルでも無理。だから、まあ、何が何でも無理なんじゃないか疑惑。まあでも相当考えてますが、まあでもダイハードもトワリオもいるからね。こうなってしまったらもう、負けなさそうだけど。さあ、ニューゲイズ。さあ、ニューゲイズの能力で何を出してくるか。さあ、ボアロアックス。あー、これで気流ジルベス出してスピードアタッカーにしてバン処理しながらって感じか。なるほど、それ強いな。で、ミルドガルムス、ニューゲイズ、あ、でもスレイヤーだから、さあ、エンドルセブン。え、でもさ、これ、ニューゲイズの能力で、マナに行くからね。盾増えませんよ、ということで。そうだよね、これ盾増えないよね。はい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 。勝ちだね。じゃあ勝ちだ。まあ、盾増えてたとしても、ダイハード流星がいますので、まあ、とりあえずね、まあ、そんなやれば憂いなしで、ダイハード流星出しながら、決戦です。はい、ってことで、ミルドガルムスでダイレクト、アダック、大殺しだ！いや、めちゃくちゃ守ったな。さあ、対戦の方よろしくお願いしますと、さあ、オープニングハンドなんですけれども、さあ、ガイアルミビウス、スーパースペル、グレートブルー、ニコル・ボーラス、そして、バンベイドーベン、ミラミスでね、始まった赤木ガルムスなんですけど、やっていきましょう！さあ、フリアエッグ引けたのめっちゃ高いね。さあ、フリアエッグは3ターン目。ニコル・ボーラスは初手で置きます。何の説明？さあ、グレモルドヘッド。モルデクかな？
フレアエッグ2枚目、これはあまりにもでかい。え、だけど次呼び声とか打たれて三剣ブーストも合わせられるときついけど、何もないであれば相手は4マナでフレアエッグをね処理する術がありませんので、言いましょう、竜のフレアエッグ。これはねワクワクしてきたよ。だけどね、これ何出せばいいんでしょうか。モルネク対面と、さあモルトネクストってエンド、頼むよ。新しい世界が、いやこれだとね、三剣次打たれちゃうんだよな多分1個に。でも最大バリューは見せられませんよといったところで、マックスバリューの流星カイザーさあ5マナ、そうなんだよね。だけど一応ね、まあ、1個卵から帰れば、まあ、全然いいので、まあ、全然前世から僕は卵食い始めてますよ。さあついに新しいドラゴ大王は微妙だから、ここはもうステイさん。さあビルヘレも置いてエンドしましょうか。でも自然まで引けてるんで、一応次ミラミスというね、いやーフレアエッグが不発でかなりきついか。でモルディクワンショットって話ね。さあ人を笑顔にするデュエマだ。人を笑顔にしてねえんだそれ、自分にしか笑顔なってねえんだよそれ。実はだけど、ぶっちゃけちゃうとね。いやジャックポットからの赤木がこんなに嬉しくないことあんのか。こんなに嬉しくないことあんの。さあワンブーストしながら堅実にフレアエッグ、まあ2枚出せたけど、全てがまあスクランブルエッグになったということで、さあミラクルとミステリーの扉、これねやっぱね、相手の心理的に鬼城選べないんだよね。なんで一番だるくないのはアカシッククラシックかな。トワリウも嫌だろうしね、モルネクワンショットする兼ね合いで、さあアカシッククラシックびっくりさせちゃおう。もう相手はこのデッキがびっくりしてるよ。何デッキ相手って多分すでにびっくりしてると思うけどね。さあ相手も8マナ9マナのターンなので、まあモルネクは飛んでくるでしょう。ダイハード流星、はい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 、ダイハードならまだ全然いいか。さあトップが俺の頂きライオネルなんで、俺の頂きライオネルはまあ一応サソリスレイジからつながるっていう話はあるけど、出してる余裕がないっていう話もあるので、さあライオネル置いてエンドしましょう。これ何が、でもまあロイヤルストリートフラッシュカイザーのワンショットもまあいいけど、さあ9マナ多分モルネクが、まあまあ実質モルネクだね。モルネク引き換え券なんで、ロレツ回ってなさすぎるな、さすがに。さあ、ダイハード流星。目覚めの時間だ。さあ、目覚めの時間ですが。殴ってくるよな。さあ、縦2枚焼却。通しても良さそうだけどな、これ。これ、アカシッククラシックの能力で、概要版で盤面全処理できるんですよね。一応、グレンモルトで。こんな堅実な動きをガチャデッキでしてもいいのかという問題はありますが、さあ、ギル。ああ、一旦ギル置きまして、グレンモルトバッグ。これね、一応概要版っていう話はあんのよ。一番。とりあえず勝ちに行くなら、概要版。で、ガチャをするならグレンモルトで、バトライカクからのグレンモルトに、グレンモルトが当たるだけど、さすがに概要版で流解させた方が、強い。で、アカシッククラシックのそのパワーがプラス6000されるので、これ盤面2面取りながら概要バーンが流解しますので、相手のモルネクの攻撃を1回受け止めることができるんですよね。で、これサソリスレイジで、ジュダイを出せば、相手乗り越えられないんじゃないか。アカシッククラシックを処理しない限り。あまりにもこれ強いか。全てが理にかなってるか、ガチャデッキの割には。ガイラ、おおって。さあ、10マナ。さあ、ジャックポットエントリー。さあ、人を笑顔にした結果、それが、モルトネクストになるでしょう。で、モルネクは、多分、いや、さすがにモルネクね、またダイハードかよ。結構だるいけど。普通にだるいけどね。さあ、トップが流星カイザーなんで、ここはもうさすがにフレアエッグとか言ってる場合ではないのかもしれませんが、でもサイクリカもいらねえか。さあここはサソリスレイジでジュダイオを出すことによって、さあワンブーストが入ります。わあ完全不明欲しかったな。
さすがに受大王でいいけどな。で、受大王が流解するとザウルピーヨが、サウザールピオだっけかな、なんかそんな感じのやつが流解して、そいつ破壊しないと相手ダイレクトアタックできなくなるんじゃなかったっけかな。これでもうダイレクトアタック多分一生されないと思う。次流解したらね、ターン変えてくると思うんで、あ、竜の呼び声で2ブーストで竜の呼び声だ。モルネク相当したぞ。殴ってこないであれば、さあ24000の五条アニマルヘッドと、相手はもう24000の牙城を崩さない限りダイレクトアタックまで持っていけないのね。さあビクトリーラッシュ、負けんのかい。勝ってたら勝ってたけどね、ガチンコジャッジで。でトリガーはあるわけないんで、でまあダイハードレースで壊しときましょう。はいはいはい、オッケー。ダイハードは、相手は24000を破壊しない限り未来はないんですよ。ダイレクトアタック持っていけないんですよ。つまりは勝ったということなんですよね、皆さん。相手だって24000超えられないでしょ、モルネクで。でも15マナあるの怖、普通に15マナあるのなんか怖。ただがしかし15マナ、さあ怖くなってきたけど、多分24000はね、モルネクで武士、バトライ武士になってもバトライ武士にパワー低いんですよね。一応1万2000ぐらいしかないんで、このサウザールピオの24000を、いや、アカシッククラシック選んだのがね、もうターニングポイントだったね。分岐点、目の前現れる分岐点、選ぶのはもちろんハードウェイなんで。さあボルバルザーケクス、これサウザールピオなかったら結構度肝抜いてるムーブだけどな。相手弱気な自分に打ち勝て、そんな人がみんなの憧れですから。この歌分かる人いるかな、メジャーですからね、メジャー。今の世代の人ってメジャーとか見てたのかな。今メジャーセカンドやってるの、シゲの頃ね。皆さん分かりますか。だけど俺がやっぱ最近推してるアニメ、推しの子ですけどね。まあデュエプルとコラボするからって1話見始めて、1話1時間で長えなって思って気づいたら2期の最新話まで見てましたからね。さあダイレクトアタックされないので、相手の小さいパワーの国、やっぱ2万4000を上回らなければいけない状況下で、果たして相手はそれをね作ることができるのか。でガイラ王も超えられなさそうだしね。強っ、アカシッククラシック入れて正解だったな。フレークの外れ枠だからとか思ってたけど、こじ開けられません、すいませんけども、それこじ開けられません。さあギガハートをクロス、心クロスする、クロス来たという気持ち、クロス。これ分かりますか、おはころ。デュエルマスターズ昔ね、4時くらいからやってたんですよ、アニメ。心クロスして召喚って、懐かしいな。俺が小学校5年生とかここら辺の頃だからね、みんな大体俺より年下だから。でもおはころはね結構知ってる人多いんじゃないかなって思いますけどね。さあ大銀河に流解しますが、やべえ、アカシククラシックとサウザールピオの牙城が崩せなすぎるな、相手あまりにも。さあ大銀河の能力でスピードアタッカーのサウザールピオが逆に出ますけども、1万8000はね悠々と超えられますけど、これはねブロックはしません。別にねバトライフレンモルドバグがお亡くなりになったところで差し支えないので、これは1万5000バンゲード押しますよ。さあボトライ武神でトワリュウとボルバルザーク X が出ますが、何回も言いますけど、2万4000の牙城崩せないってわけ。さあこれブロックしません。でまたバトライ確認になりますけども、はい、メンデル外していく。でここは通してもいい、これもブロックしたら負けなんで逆に。
まあ、全然いいね。18000バンガードブロックしません。アウザーレピオが破壊されない限りいけるからね、アカシッククラシックと。で、バトライ角で三剣ブーストが出まして、また物資になりますけども、これループしてないか？無限ループメウ！だが、何度武神にひっくり返ようが、返らないが、関係ありませんのでね。はい。ブロックしません。これ永遠にブロックしない限り、いけますんで。はい！ってことで、対戦外した！強すぎ。さあ、対戦の方よろしくお願いしますと、さあ、オープニングハンドなんですけども、ダイハード流星、ギル、ミラミス、ビルヘルム、ミラミスでね、始まった、オープニングハンドをやっていきましょう。さあ、一旦、ビルヘルム置きながら、まあ、ここで欲しいのは、まあ、フレアエクだよね。まあ、何が何でも。さあ、また、ゴーシーニョーガイズ。さあ、獅子鳥竜ライオネルなんで、獅子鳥竜ライオネル置きながらエンドしましょうか。フレアエクが欲しいな。相手3マナのターン。闇マナが落ちたら、フェアリーミラクルって話だけども、エンド。さあ、トワリュー。さあ、ギル置いてエンドしましょうか。さあ、欲しい。いや、まあ、ミラミス1枚置いてもよかったかもな。まあ、でもまあ、次フレアエク、引ければまだ全然間に合ってます。相手もブースト引けてないんで、引けてたわ。さあ、フェアリーシャワー強えな。6マナにされちゃうとね、まあ、結構きついところはありますけれども、まあこれだけ逆にきつくないといけないけどね。言うてきつくないといけないけど。さあ、ロイヤルストレートフラッシュカイザー、これはもうミラミス置きましょう。もう逆にこれもうさ、ロイヤルストレートフラッシュカイザーでもう全部ジャッジ勝って勝つしかないんじゃない、これ。もう逆にワンショット説あるけど。相手6マナ、まあ潤沢に動いてくるのであれば、ミラクルとミステリーの扉が、まあ、殺戮、殺戮って何？殺戮って何ですか？ロレツも回ってるんだけど、まあ、炸裂しますよと。さあ、フェアリーシャワー置きまして、エンド。さあ、5マナ使って、エブリワンプロメテウス！さあ、プロメテウスの能力で、流星カイザーじゃなくて、流星ホールが落ちたんで、まあ、流星ホール回収して、トップがフレアエッグだけど、まあ、一応出すしかないと。これで流星ホールで、3000以下破壊というね、まあ、行動を縛る。一応それがガイアルカイザーを出させる。なんで、ま、流星ホールを好きなように使わせないためのおとりのフレアエッグです、これ。IQ200億フレアエッグね、これ。さあ、相手はどうなるか。さあ、ここでしっかりと多分ね、流星ホール打ってくるとは思うんだよ。で、フレアエッグは、ま、100% 処理してくるとは思うので、さあ8マナ、ニコルボーラスだったらニコルボーラスでもいいけどね。多分流星ホールプラスの、まあ、何かだとは思うけどな。さあ、どうするか相当考えてますよ。流星ホールで、さあ、バゴンパンツは3000破壊だと思うんだよね、さすがに。ワンブースト舐められたもんですね。あ、バカだ。大丈夫。でもビルヘルム引けばいいから。さあ、フレアエッグでドラゴナイオオリオティスなんかでフレアエッグ止まると思ったか？で、これで一応ミラミス打てるようになります。これで、オリオティスを破壊することによってミラミス打てます。はい、戻りますけどもさ、祝いのいただきウェディングなんで、さあ、ここでオリオティス関係なしでさ、行きましょう。ミラクルと、ミステリーの扉！さあ、強い！モーツァルト・バルガライザー・ガイアル・ミビウス。だが、しかし、選ばれるのは？モツァか、さすがに。相手がノーダメ、いや、もともとドラゴンを殴れなくなるからきついし、盤面もガイアールメビウスか。え？殴ってこいってことか。はいはいはい、もういいよ。これね、全盾。ここで盾全部割り切れたら、ロイヤルストリートフラッシュカードで勝ちないの。頼む。これ、でも逆にここでアルカナスバックって、もアルカナスバックめっちゃ見えてるから。いや、偉っ。さっき、ドラゴン対応引くの偉すぎやろ。さあ、ジャッカス。関係ねえよ、ジャッカスなんてな。勝ち続けんだこっちは。さあ、ガイアルメビウスで盾を全て割り切って、もう次ロイヤルストレートフラッシュカイザー勝ちよ。来たね。いや、逆に相手スピードアタッカーなんて入ってないって思ってるでしょ。入ってんだよ、7マナのロイヤルストレートフラッシュカイザーが。でも歩くダンシエルとか結構だるいっていう話。ニューゲイズからの10マナ10マナで何がある？菊池師範代？あ、ミラミスケアするっていう話ね。で、逃げか。結構ダリーな、流星ホール！プリンプリンプリン！勝ちです。
舐められたもんですね。まあどっちかって言ったら、まあ先にねワンブースを選ぶのであれば最初に流星からの市販台だったんじゃないか疑惑。まあロレツも回ってないんで、はい、まさかまさかの急展開。いきましょう、ロイヤルストレートフラッシュカイザーでダイレクトアラックテトロシャー。よく勝った。さあ対戦の方よろしくお願いしますと、バックバックパコーン、よろしくなのだと。これね多分リスナーさんですね、 100% よく僕の配信に来てくれるリスナーさんで、レジェンドの人ですね。今も多分めちゃくちゃ順位高かったけど、すまんな、ガチャデッキで買ってしまったら。多分リスナーさんだと思うんですけど、なんだ、何のデッキだろう。これ多分ね、これメカオっすね。フォルテを入れた方がいいってね、俺のメカオの配信で言ってたんで、多分メカオだと思うわ。はい、メカオに関してはフレアエッグぶささんじゃない。サリアとか引けてなかったら、でもサリア引けてたとしてもフレアエッグに対する回答ないでしょ。おぼろかけろ。さあ、おぼろかけろ。おぼろかけろ。定義を示した結果が、おぼろかけろですか。さあ、おぼろかけろの能力で。さあ、2枚ドローして2枚をハンドに戻してハンドを入れ替えます。だが、しかし、突き刺さるのは、竜のフレアエッグなんですよねと。これで何で勝ちだ。あ、ナムロック、あ、機関車トーマスの末裔、力暴れ、あ、エンド、さあフレアエッグの能力でドラゴンズ、すいません、ありがとうございました、大変ありがとうございました、勝ちです。これが主人公なんです、レジェンドメカをここで封殺します。はい、すいませんでした。